アチャーヤ・ジャガディッシュ、チャンドラ・ボース植物園、またはコルカタ植物園、と呼ばれたは、インドのコルカタにある植物園である。希少植物が集められており、109ヘクタールの敷地に1万2000種以上の種が集められている。インド環境森林省の植物調査局が管理している。1787年にイギリス東インド会社の商工、ロバート・キットによって、 地域などの商業価値の高い植物の探索や輸出のための育成のために設立され、その後、茶の木の栽培などが行われた。1793年に植物学者のウィリアム・ロックス・バラが管理を行うようになると、インド各地から多くの植物を集めるようになった。この収集された植物標本は後に、インド植物調査局の国立中央標本館となり、 200万を超える標本数に達している。ナサニエル・ウォーリッチが園長を務めた時代には熱帯植物の標本館として比類のないものであるとジョセフ・ダルトン・フッカーに評価された。一般に公開されて長年多くの入場者を迎えている。1970年代には改良された食用植物の研究も始められた。2009年6月に名前をインドの科学者。 ジャガディッシュ、チャンドラボースの功績を記念して、アチャーヤ・ジャガディッシュ、チャンドラボース植物園に改めた。ありがとうございます。